こんにちは、ミニコです。今日は長野松本市でお泊まりです。泊まるのはこちら、松本駅から徒歩5分ほどの旅のホテル、リット松本さんです。2021年7月15日にオープンしたばかりのまだ新しいホテルです。私の部屋は4階でした。フロアごとにこうして館内着やアメニティが揃えられてあります。館内着は2サイズでした。そしてこちらの方には、これは有料になるのでしょうかね、ズボンプレッサー類もあります。こちらが本日の私のお城です。最初に通常価格のお部屋お任せプランでお申し込みした後、旅行支援プランが出たので、申し込んだプランを一旦キャンセルし、旅行支援プランに申し込みをし直したものです。こちらのホテルにキッチン付きのお部屋があるのは知っていましたが、まさか私がそのお部屋になるとは思ってもみなかったので、すごい嬉しかったです。このように入り口入ってすぐ右手に洗濯機と電子レンジ、その隣にはキッチンスペースとハンガーラック、そして冷蔵庫がありました。こちらには全身が映るミラー、そのお隣はバスルームです。ちょっと入ってみたいと思います。ここもめっちゃ広いです。大浴場があるので入るか入らないかはまだちょっと未定ですが、すっごい快適そうです。シャンプー、リンス類は DHC でした。ドライヤーは大阪の星野リゾートさんと同じく、サロニアでテンション爆上がりです。では、一旦お部屋に戻ります。こちらのバッグはお風呂に行くとき用ですね。バスタオルとフェイスタオルが入っています。お部屋も申し分ない広さでした。このテーブルとソファーがすっごい使い心地よかったです。コンセントや USB などの電源もあらゆるところにあって、下の方にあるゴミ箱、今見えないんですが、なぜか2つあって何気に重宝しました。ベッドは全米ホテルシェアナンバーワンを誇るサータ社製のポケットコイルマットレスとのことで、上質な眠りにつけるらしいです。こちらのテレビ置き台を兼ねたデスクにはチェアも別に備えてあるので、先ほどのテーブルソファーとは別にリラックス環境とビジネス環境と分けられているのかなと思いまして、仕事をするなど長期滞在にもすごい便利そうですね。そしてここは開かないらしかったです。夜ご飯を食べに行こうと思いますが、その前にホテルのサービスのビールを一杯引っ掛けたいと思います。旅のハッピーアワーと題して、泡ドリンクの一杯サービスがあるんです。ビールかハイボールかレモンチューハイか果汁 100% のリンゴジュースなどのソフトドリンクもあります。スタッフさんがついでくださるのですが、こちらのスタッフさんがすごくにこやかで楽しい方で、すごく嬉しくなりました。ではお疲れ生です。美味しかった、ごちそうさまでした。ここが明日の朝食会場になるみたいです。ロビーにはさっきのバスから降りてきた外国人の方でいっぱいでした。5時から生ビールサービスのお知らせを見て、5 o'clock、ビアビア、酒酒と言っててめっちゃ楽しそうでした。ビールは世界共通ですね。夜ご飯を食べて満腹で帰ってきました。夜ご飯の様子は前回アップした動画で紹介しておりますので、まだご覧になってない方はぜひご覧になってみてください。ロビーには系列ホテルのパンフレットや松本をはじめとした観光マップ、そして
地元のお土産品などが販売されていました。ロビーのソファーのあたりには、新しいホテルらしく、電源が至るところにありました。1階の奥には喫煙室やお手洗いなどがあります。お部屋に戻ってきました。ベッドサイドにはスイッチ類が集約されていて、アラームがあったり、かなり使いやすかったです。こんな感じで調光式になっていました。テレビの館内案内を見ていきたいと思います。キッチン付きの部屋なので、お鍋などのキッチングッズを借りることもできます。ここで長期滞在をして、スノボなどに行けたらすっごい楽しそうですよね。それからレンタサイクルとかマッサージの案内。近くのこういった観光マップなどもありました。もちろん大浴場や朝食会場の混雑状況も確認することができます。こういったランドリーの案内などもありますので、すごい便利です。そして YouTube などのサブスクも見ることができます。カップやお茶、電気ポットなどはこちらの棚に用意されていました。ペーパーベースでの館内の案内もすごい分かりやすかったです。では館内着に着替えまして、お茶漬けサービスの前にお風呂に行ってきたいと思います。お風呂やマッサージ、自動販売機などは全部2階に集約されてあります。大浴場は長野県を代表する温泉地、白骨温泉由来の人工温泉です。男湯にはサウナもありました。こちらはマッサージルームです。マッサージも使ってみたいと思います。かなりの肩こり症なので、家にもこれ1台欲しいものです。でもあんまりやりすぎると今度痛くなっちゃうんですよね。自販機、電子レンジ、氷のマシーンについてはこちらの一角にすべて一緒に収まっておりました。自販機の内容はこんな感じです。今日はここから夜のお酒を買っていきたいと思います。こちらのエレベーターはカードキーで操作ができるのですが、それだけではなくて、かざすと自分の部屋の階に自動で連れて行ってくれるという優れものです。さて、夜のもう一つのお楽しみ、お茶漬けを食べに来ました。塩昆布や野沢菜、なめたけ、安曇野のわさびなどがトッピングで用意されています。こちらのレストラン清流の料理長が、カツオや昆布から丁寧に取った特製の黄金だしをかけていただきます。トッピングは日替わりで変わるようです。こんな感じでお茶漬けを作ってきました。こちらはセルフサービスです。ではいただきます。この日外はすっごい寒くて、飲みに出てた方たちも寒くて寒くて帰ってきたと言ってました。そしてお茶漬けを美味しそうに食べていました。お茶漬けは正義ですね。ごちそうさまでした。すごいお腹いっぱいだったけど、お茶漬けはつるっとどこかに入ってきました。お部屋のドライヤーを使いたくて、シャンプーはお部屋ですることにしました。夜は善光寺で買ったキティちゃんのモナカをつまみにビールの予定でしたが、お腹がめっちゃいっぱいで食べれんかったです。なのでしょうがないのでビールだけいただきます。お疲れ。あ、フライング。はい、お疲れ生です。珍しくスーパードライ飲みます。そして私でも気持ちばかりの編集作業と明日の下調べをします。いつもね、夜いっぱい時間あるなと思ってボケってしてると、なんかすぐに時間が経って、あっという間に寝ないといけない時間になっちゃうんですよ。何なんでしょうね、時間はいつなくなるんでしょうかね。
というか旅行の時に限らず毎日そんな感じなんですが。ということで、とりあえずパックをしてゆっくりしています。本当はこんなにのんきにね、ビールを飲んでる場合じゃないんですよ。なぜかというと3キロ太っちゃったんです。やばいですよね。ということで、おやすみなさい。さて、意気揚々と朝食開始とともにご飯会場に行くぞと思ったら、エレベーター降りたらなんと、もうすでに長蛇の列でした。なんとか一巡目に入れました。シェフが毎朝作る信州産食材をふんだんに使ったビュッフェスタイルの手作り健康朝食ということです。長寿県を誇る長野の健康オーガニック料理は、心地よい感動が味わえる信州デリカ。朝食は予約なしでもご利用いただけるということです。当日でもレストランカウンターフロントにてお声掛けくださいということで、料金はお一人様1500円ということです。お蕎麦もあってテンション上がりまくりです。そしてこちらのフレンチトーストも絶対食べようと思います。この後もちょっと行きたい喫茶店があるので控えめにしたいなと思いつつも、でも控えめにできないですね。これ見たら、この辺りはグラノーラやデザート、フルーツなどがありました。ドリンク類も充実しています。第一弾はこんな感じで持ってきました。とりあえずちょっとずつ持ってきたけど、さすがに全種類は無理ですね。次に持ってきたフレンチトースト、すっごい美味しかったです。これはグラノーラで、こちらも美味しかった。ごちそうさまでした。食事は何回転もして、やっと全員が食べられる感じのようでした。宿泊代についてはこんな感じで、すごくお得に泊まらせていただきました。チェックアウトはおそらくプランに関わらず11時のようです。この後は松本の町に行ってきました。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今日の動画はいかがでしたでしょうか。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。